8月9日から15日まで学生生徒修養会高校の部が親里で開催されました。玄関の前でこの修養会は全国各地の高校生が共に合宿生活を送る中で自らの心を見つめ将来人を助ける心を育んでいく場として開催されています。その人の悪いところばかり見るんじゃなくて期間中受講生たちは基本教理を学ぶレクチャーやお手振り鳴り物の練習などに取り組みました。さらに先人の足跡をたどる13峠越えや3回生全員で務められる12下り手踊りなど学年や受講回数に応じて多彩なプログラムが用意されました。受講生たちは仲間と寝食を共にしながら教えを学び語り合い真夏の親里で充実した1週間を過ごしました。